2020年、世界はウイルスにより経済的な打撃を受けていた。もちろんそれは球界にも当てはまり、スタジアムの客足は例年より少なく、選手時代もこのウイルスに侵されていた。しかし、これは我々の世界とは別の話。もう一つの世界の2020年を見てみよう。俺の名前はパワプロ。ガンバパワフルズに入団してから3年になる。この球団はセ・リーグ所属の球団。セ・リーグにはパワフルズの他にジャジメントナマーズ、ブギウギビクトリーズ、ワギリバブルス、イカリカイザース、シャイニングバスターズが存在している。当時ドラフト5位で入団した俺だが、なんとか1軍になれたってところだ。今でハパワフルズを背負う選手としてこの球団にいる。しかし、ああ、監督の橋森だ。すまないがパワフルズは今年で解散かもしれん。突然の宣言にチームメイトはびっくりした。どうしよう。こんなんじゃ俺のプロ野球人生が。俺の大好きなパワフルズが。ふっふっふ、聞いたでやんすよ。うわ、もしかして君は。おいら矢部昭雄でやんす。パワプロくん、今パワフルズは球団経営が大変みたいでやんす。おいらたちが活躍し優勝して、お客さんにおいらたちパワフルズをアピールするでやんす。そうだな、へこんでばかりいられない。俺たちには俺たちにしかできないことがある。よし、頑張るぞ。全員集合。いよいよ2020年のキャンプがスタートする。俺は一軍監督の橋森重也だ。先ほども話したが、パワフルズは万年 B クラス。球団人気がなく絶望的な状況だ。しかし、今年 A クラスになればこのパワフルズの存続も可能かもしれない。パワフルズを残すためにもぜひ頑張ってもらいたい。デハコーチ紹介だ。以上でコーチ紹介を終了する。監督も張り切ってるね。なんせ監督は昔ミスターパワフルズと言われた大打者でやんすからね。ここ数年 B クラスじゃ気合も入るでやんすよ。それではこれからクラス分けを発表する。 A クラス、佐伯、鶴谷、福谷、小葉、パワプロ、矢部、残りのものは B クラスだ。それじゃあ頑張ってくれ。よし、一軍だ。頑張っていくでやんすよ。ふう、ちょっと休憩。疲れたでやんす。おう、お前ら調子はどうだ。あ、福谷花尾さん。こんにちはでやんす。おいおい、いきなりフルネームでどうしたんだ。そんなに緊張することないだろ。まあ、ところであちらにお客さんがいるぞ。あ、あれは。しかし、こんなところで会うとは。あなたもパワフルズのことが気になっているんですか。ジャジメントナマーズ会長の、新庄志安さん。そんなことを言うあなたも気になっているのでは。イカリカイザースのイカリ守る投手。気にならないと言えば嘘になります。パワフルズも強い人材が揃ってきた。セカンドで女性だがセンスがピカイチの佐伯。投手には上高までも手に入れている。さらに福谷と登場の打線も注意が必要だ。しかし何より、パワプロ。あいつには今以上の何かを感じる。まあ、僕の見た感じ注意する選手はこんな感じですかね。ああ、我々ナマーズも今年のパワフルズは油断ならないと言われている。お互い頑張ろうではありませんか。ぜひ、ところでこの後ご飯でもどうですか。遠慮しておく、仕事があるので。では失礼。ふん、釣れないお偉いさんだ。怒りにナマーズの会長まで。偵察に来るってことはオイラたち警戒されてるってことでやんすよ。うおうおう、燃えてきたー。それで箱の辺で練習は終了だ。体を休め明日のオープン戦に備えるんだ。以上、解散。よし、明日はしっかりと結果を残すぞ。ヤンスー、やっぱり若くて元気がいい人はいねー。あなたは、小林さん。昔は活躍できたけど、やっぱり年かな。まだまだ現役でヤンスーよ。頑張ってほしいでヤンスー。ははありがとう。それじゃあ失礼。小葉さんは40近いよねー。ここまでできるなんて尊敬でヤンスー。よし、俺たちも負けないように頑張るぞ。おおでやんす。よし、今年初の試合だ。お前たち、全力でぶつかってこいよ。初試合から勝つために全力でプレイしよう。頑張るぞ。ホームランも打つけど、きっともう打つよ。バブルスって球団マスコットこんなんだったけ。選手か、いや、どっちだ。いよいよプロ野球ペナントレース、セントラルリーグの開幕です。バブルス対パワフルス、1回戦の模様をお送りいたします。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という場面でパワプロ、緊迫した場面が続きます。
投球これから2球目打ちました。いい当たり、ボールはライナーでセンターへ取ってアウト。ダメか。では改めてカーブ、ここで同点に持ち込むぞ。バッターパープロ、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球よーやー、リプレイで同点。パープル追う展開で迎える7回、また点数取られたか。パープル投げました、打った、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた。パープルナイスバッティングです。さあ、まず奥のホームラン、華麗に決めるか。今日いよいよ最終回を迎えました。この回のこの回点数を取らないとまずい。ホームランを打っています。投げました、初球引っ張った、一塁蹴って二塁へ、パープロツーベース。バブルスピッチャーを変えてきました。今日5番手としてマウンドに上がります。なんだこいつ、注目の投球です。投げました、初球フォークボール空振り、思い切って振っていきました。第2球投げた、ボール投げた、決まった。宇宙間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーありません。引き分けで終了です。この試合はご覧いただきました一戦。今日の試合は引き分けだった。俺は5打席3安打1打点だった。縮小開幕戦から引き分けってなんだかモヤモヤするなぁ。しょうがないでやんすー。みんな頑張ったと思うでやんすけどね。次の試合はなんとかして勝ちたいなぁ。あれはもしかしてホルヒス選手か。おーい、ホルヒス選手。こんばんはもするけど、お辞儀もするよ。なんかすごい違和感が。せっかくだし誘ってみようかな。ホルヒス選手、よかったら一緒にお食事でもどうですか。お金がもったいないから、おごりなら行くよ。はあ、それじゃあおごりますよ。じゃあ行くよ。その後、ホルヒス選手の食べ方を見た俺は、トラウマになり寝れなかった。2020年のパワフルズ、今年こそは優勝目指して頑張るぞ。ここまで見てくれてありがとう。次回も見てね。それじゃ。